そこで読んでるよ、入れてあげて。ほら、リュウ聞こえないって。聞こえない。ほら、すごい。やっぱりだよ。ばっかりやで、パパ。本当かね。ひと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 。で、大忙しだから閉めちゃう。本当にね。ぽっ。うん。閉めちゃう。本当か。お腹がパパ出ない。パパ出ないと。嬉しそうな顔してねえ、ちび、またね。はい、またね、バイバイ、明日ね。聞いとるよ、ゴロゴロ。あ、ゴロゴロ聞いとるよ、これは。買おうか。聞こえたか、聞こえるか、ゴロゴロ。
たやつとゴロ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 振動が伝わるね。伝わっとったね。パパ、ひめちゃんの手届くよ、ほら。届く？届く？届いた。リュウ舐めてくれた。優しいね、リュウは。みんな優しいリュウやから優しくしてあげてね。お野菜ぽいした。お野菜ぽいした。よいしょ。あれ、お野菜なくなった。なくなったか。どうしよう。お野菜また買ってこんだね。痛いの、ここパパ。どこどこ？あら、膝の裏か。あれ、書いたね、それ、うん、書かずによしよしと言ってすぐだね。よ、で、触らんかったらすぐよくなる。触るから。よしよし、よしよし。お耳触るとき優しく触るだけ。つまむ。お耳ほら、こうやって、こうやったら困るでしょ。だから優しく。よし、頭もよしよし。頭はよしよし。今ね、すごく耳がよく聞こえる。だから、こうするんだよね。毛ついた。掴んどったのはもっと赤ちゃんの子だもんな。お外行きたいポジションで行かなかった？
にゃーんってちっちゃい声、姫に出してあげて。リュウ、お耳さら触られたからじゃないか。あら、来た。外行く。一緒に行くか。下行く。下行く。誰行く？ゆめちゃん。タコも行く？うん。いや、ちょっと窓を開けて、ママ聞いてっつって呼んで。ママいないもん。いるいる。いない。本当？試してみよう。今カランカランってママの台所仕事の音やね。ほら、リュウ行ったぞ。けけけけけ、ゴーゴー、ママいっぱい倒れた。ゴー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 ご苦労さんよ、おいで。
外見るか。あれ、めっきり寒い。